いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでマリノさんですね。はい、リーフメタルのサッカー。はい。まあ、4枚入りでね、下枠がという、はい、パターンの商品ですけど、まあ、かなり安定感はあって、昨日もメッシとね、なんか期待の若手の選手とか、で、シリアルも結構少ないですからね。で、やっぱりパニーニさんとトップスさんがまだ入ってないメンバー、カードすらないメンバーが結構いますんで、まあそこからね、羊さんになる選手が出てくると。はい、まず一番上、青パラルーキーです。マテウス・ヌネス。マテウス・ヌネスさん。はい。でもこれ、18番か。ユースで18番とかなのかな。クラブチームかちょっとわかりませんけどね。はい、2枚目いきます。せーの。こちらもルーキー。これで25尻ですね。通常、そして多分青が次。まあ、大体30か35か、多くて40ぐらいな感じっぽそうですね。うん。まあ通常があって通常の、まあいわゆるクラクですね、これはね。どなただ?ジュエル・ダラさん。N 言わないよね、多分ね。はい。うん。どこでしょうかね。で、3枚目性。はい。こちらは30ですね。通常が多分35。で、これが30。で、色付きっていう感じでしょうか。で、3枚目。RC じゃないですね。イワン・ロバーツさん。はい。丁寧にサインしてますね。うん。I と R が重なってるんだ。よく考えてますね。で、4枚目いきます。せーの。よいしょ。お、ネイマール!はい。おー、かっこいいね、これね。おー、なんか、宇宙っぽいのは初めて見ましたね。はい。シリア、これでも、黒っぽくない?あ、でも、10シリ。うん。ネイマール来ました。かっこいいですね。はい。ルナラリティさん。ね、ルナラリティ。うん、ネイマールさんがね、とても綺麗にサインして、これだとはみ出てないですからね。うん、触れてないですからね、枠。おお、いいっすね。しかもブラジルの10番。はい。ということで。ちゃんとこのまま箱に戻すんですけど、傷つかないように、ちゃんとクリスタルバッグにね、全部4枚とも入れて、で、戻して、でお送りします。今日発送ね、月曜日ですけど、まあいつも通り仕事来てます。間に合わないんで。はい。よいしょ。まあ以前と比べたらここにいる時間がね、まあ多少は短くなったので、でまあ週6日か7日でやってます今。はい。ということでね、ネイマール良かったです。はい。ありがとうございました。またチャレンジして。